島田祐樹殺人事件。犯人の少年が鬼畜すぎて少年法廃止議論が勃発。読売新聞によりますと、福井県の東人坊の海にて10月18日に、滋賀県の島田祐樹さんが殺害された事件で、犯人の少年らが起訴され、家庭裁判所に 装置されたことが明らかになりました。この犯人らは島田さんに対して27時間余りにわたって車のトランクに閉じ込めたり、車で引いたり、バットやフライパンで殴ったり、ハンマーで歯を折ったり、様々な暴行を加え、さらに 東神坊の崖から飛び降りりるように命じたとされております。こちら鬼畜の商業なんですけども現在こういった少年は少年法によって守られてしまっているためこの少年法を改正したり廃止するべきだという議論が勃発しております。 この少年法は終戦直後の混乱期に生きるために法を犯した少年に情けをかけるために制定されましたが、現代には必要ない法律でございます。日本政府には国会には少年法を早急に廃止していただき、犯罪を犯した少年が大人と同じように 罪を償うことができる環境を整えていただくようにお願いいたします。以上になります。ご成長いただきありがとうございました。